こんにちは、速稼塾の久保です。昨日のことなんですけども、まあ岡山のね、倉敷にお住まいの、まあ正確には倉敷ではないんですけども、地名を言ってもなかなかね、全国の方には、あれ？どこそこ？みたいになっちゃうかもしれませんので、まあ倉敷に近いんですよ。ですので、あえて言わせていただきますけども、岡山県倉敷市にお住まいの清美さんという方がいらっしゃいましたね。で、瀬戸内をバックに、朝のおはよう動画を撮ってくださいました。短い動画だったんですけども、私の方から紹介させていただいて、すでにですね、チャンネル登録も、私が登録した時は3人、私が3人目だったんですけども、現在19名ぐらいですか？そのぐらいになってるように、覚えております。で、そしてですね、ちょっと画面を見ていただきたいんですけども、清美さんの動画、こちらが YouTube チャンネルなんですけども、右下にあるのが、瀬戸内海から笑顔発信ってありますよね。これが再生数72。全体を見てみても、突出して多いわけですよ。うん。だから本当にね、速稼塾の毎日配信で、まあ紹介させていただいて、一人でやるよりも、このぐらい、まあ多くの目に触れて見ていただけるってことなんでしょうね。大体平均再生回数が今のところですよ。これからいっぱい伸びると思いますけども、まあ、10回ぐらいじゃないかなと思うんですよ。まあ、20回と言ってもいいかな。まあ、20回にしておきましょうか。20回だとして、3倍、4倍の効果が出てるんじゃないかなと思うんですよ。私の方から紹介するとね。で、動画、再生リスト見てみましょうか。再生リストはまだ作られてないですね。で、動画はこういう風になってます。並べ替え行ってみましょう。人気順。あ、やっぱり、ね、この度紹介した動画がダントツでございます。動画作って2日目ですよね。うん。でね、何点か、この動画に、まあ、チェックを入れるとしたら、タイトルなんですけどもね、タイトル、例えば、瀬戸内海から笑顔発信ってものは、どんなタイトルになるかっていうと、タイトルのアドバイスになるかっていうと、瀬戸内海っていう言葉が一つキーワードとして、検索にかかりやすくなってますよね。で、2021年9月27日動画ありますけども、これだと検索には、かかりにくいっていうかね。うん。あとなんか、どんなことを話してるのかなってことを書いておくと、どんな動画の内容なのかなってことを書いておくと、再生してくださる可能性が高まるかなと思うんですよ。どんな内容かわからないと、なんだろうと思ってクリックされることもあるんですけども、うん、内容がわかんないからいいやって飛ばされるケースもあるんですよね。うん、はい、他はね、まあ今のところ、このペースで続けていただければいいんじゃないでしょうか。コメントが入ってると思いますので、コメントの方をね、清美さんこれから見ていただければと思います。あ、品田さんでしょ？イクコさん。ああ、アップトゥユーチャンネルさん。コウジさん。で、ミニオンちゃん。ありますね。それぞれ、こうやって返信ができますんで、返信をしてあげると、清美さんいいんじゃないですかね。とりあえず、人気のスタートでございます。はい。ぜひね、こうやってコメントを書いてくださった方に、お礼の動画っていうのもね、効果が高いですから、ぜひまずは、速稼塾の YouTube をしている人同士で、ね、この中にチャンネル登録も1000人超えた方もいますからね、収益化されている方も。まずは YouTube をしている方同士で、輪を作っていただいて、で、徐々にですね、速稼塾とか関係ない方が見に来れるような、そういうふうなね、歩み方でいいんじゃないですかね。何が言いたいかっていうと、やっぱりね、一人で独自発信するのも基本なんですけども、YouTuber 同士で、なんかね、やりとりしていると、それを見た、そういうのとはね、YouTuber さんとは関係ない人が、あ、なんか、この人たち盛り上がってるのは何だろうっていうふうに、見に来ていただける動機になりやすいんですよね。うん、はい、で、まあ、いろいろと話す内容とかはこれからね、考えて展開していくでしょうから、まあ、その辺楽しみに私たちは待ってみましょう。そして他の YouTube チャンネルをお持ちの方ね、どんどん YouTube 発信してみてください。そこに新しい出会いが皆さんあると思いますんでね。私もおかげさまで動画本数、一般公開動画1万5000を超えましてね、本当に多数の方、1000名以上の方と出会いました。おそらく1500名ぐらいの方が速稼塾にすでに入ってるんじゃないかなと思うんですよ。1000名超えてから数えてないんですけどね。でも、そうなるとですね、1万5000本で1500人の塾生ということは、
およそ 1% の方なんですよね。 1% の方が私の動画いくつか見て速稼塾に入るという決断をしてくださったということなんで、まあ成約率といいますかね、なんか 1% なんですね、私の場合は。うん、まあだからもしかしたらね、 3% とか 5% とか 10% ぐらいの成約率を出す、そんな動画を作っている方もいると思います。まあ逆にですね、いっぱい作ったんだけどもなかなか思うように視聴者さんとのコネクションができないみたいなね、そんなこともあると思います。まあここに個人差がありますんで、まあでもそういうのも込みで動画の作成アップロードしてみてください。自分なりの自分への評価っていうのが本当それぞれあると思いますんでね。でどんな評価をすればいいかわからない方は、まあぜひまたメッセージいただければ私なりの評価を送らせていただきます。はい、それではね、 YouTube 基礎講座ももうちょっとで始めますんで、そちらもお楽しみに。それでは、いってらっしゃい。